どうも皆さん、ドゼンライダーです。今日はレベル 1100T でですね、妻と2人でタンデムしています。でこれからですね、私この間のソロ2でですね、宮城からね、蔵王エコーライン通って山形方面にね行こうと思ったんですが、なんと通行止めだったので、今日はリベンジということで、妻とね一緒に蔵王エコーラインですね、雪の回廊を目指したいと思います。やはり東北屈指のね、雪の回廊なんで、まあ、皆さんね楽しんでいけたらと思いますので、最後まで動画ご視聴よろしくお願いします。それではリベンジで蔵王エコーラインのね雪の回廊、それから御釜ですね、目指して行ってきます。行きましょうね。どうもよろしくお願いします。通行止め大丈夫だよね。なんて書いてあった？読めなかったね。読めなかった。また行けないわけじゃないよね。なんかこの間もねあんな感じだったんだよね。レベル 1100T でね峠タンデムで登ったら一体どうなったのね。結構ここ急なんですけど、どうも全然グイグイとね登っていきますね。気持ちいいね。この木漏れ日がいいんじゃない？木漏れ日が、ほらすごいじゃん。ほらどう？木のトンネル、いやこの濃い緑の色が綺麗だよね。さあこの間ね通行止めだったところも今日はね無事通過できそうです。いやー焦ったけどね途中ね、そう。さあ皆さんね雪山が近づいてきました。今日ねお釜もなんか見れそうだよね。うん、どうなんだろうね、凍ってんのかな。ちょっと気になるところではあるけど、こっからだね蔵王エコーラインの雪の回廊、皆さんお楽しみください。あーでも結構溶けちゃったね、こっちが低いね。あー出てきたよ、ほら、あー穴開いてる。やっぱりここ毎年穴開いかない？ここね。そうだね、ハート型になってた。歓迎されてるね。こないだねほんと通行止め食らったからね。ほらほらすごいじゃん、まだ残ってたよ。ほらここが高いんだね一番。多分みんなゆっくり行くとすごいね。あ、危ねえ、危ねえ、混んでんのかな、もしかしたら。すごい高いね。混んでますね。ただこの辺りで、ね、普段止まれないから、こうやって変えて止まれるのもいいんじゃないのね。さあ皆さんどうですか、この高いね、やっぱ5メーター 5.5 ぐらいあるのかな。もうみんな駐車場に入るのに混んでるのかな。ちょっとね蔵王のハイラインがねご覧の通りすごい渋滞なんで、今日は御釜諦めてね、山形方面にね降りていきたいと思います。いやもう40分ぐらいねもう渋滞にはまってしまったので、いや疲れたな。疲れた、うん疲れた。あこっちは雪少ないのかね、やっぱね。もうね、そうなんですね、あんまりない、うん、ないね。山形県だよここから。あ寒いね。はい山形県に入りました。リベンジで来たんですけど、もうずっと渋滞で大変でしたが、まあ、あと蔵王ですと紅葉シーズンですね、私また来ると思うので、その時にね楽しみに撮っておきましょう、ね、はい。
さあそれではですね、これから、まあ、山形方面に降りて、今日はあの西吾妻スカイバレーから、浦磐梯の方にね抜けようかなと思います。冬季通行止めだったんですけど再開通したのでね、そちらの景色を見に行っていきたいと思います。それでは行ってきます。さあ山形県米沢ですね、山形から福島に抜ける西吾妻スカイバレーにやってきました。絶景のワインディングを走りたいと思います。それでは行くぜ。なんかすごいな、あそこに車いるよ、あの切ってるところ。怖いね。あ、すごい上で作業してんじゃんよ。白布峠っていうのかなね。うわーすごいね。あ、やっぱ高いね標高ね。さあ福島県ですね。はい、福島県に入りました。北塩原村ですね。でこの先の景色がいいところでね少し撮影したいと思います。お、うん、もう一個先に行きたいな。こっちにしましょうね、こっち。はい、それではね少し景色を見ていきたいと思います。いやいい景色だね。うん、桧原湖とね、あとは遠くに飯豊山も見えましたね。で磐梯山ちょうど隠れてたからね、今度この先のまたね絶景ポイントで今度は浦磐梯のね姿を見ていきたいと思います。わあすごいねここも。さあ正面ですね、磐梯山の裏側ですね、見えてます。さあ目の前に磐梯山と桧原湖ですね。あそこのね、うん、ここのビューポイントでちょっとね景色をまた見ていきたいと思います。あいいね、誰もいなかった。じゃあ行きまーす。よいしょ。東鉢山七曲がりっていうのね、えなかなか読みにくいですね。さあ皆さんね景色いかがだったでしょうか。正面ね飯豊山が見えてぐるっと回ると浦磐梯ですね。いやー本当にねこの道もね上から見ることができるんでねすごくいいよね。これからねお昼にしようと思ってます。で今日はあの他の SNS で知り合った方、岡山の方からねいろいろ教えてもらったんですけど、知り合いの方がね猪苗代でイタリアンレストランを営業してるっていうこと でお店の名前はアンクルっていうお店みたいなんですけど、なんでもあの店主の方が女性ライダーということで、まあライダーつながりでですね教えていただいたので、今日はねすごい楽しみだよね。今まで行ったことはなかったので本当にね教えていただきありがとうございます。いいねこういう出会いね。うん、やっぱりライダーが集まれるお店っていうのは本当にいいですよね。ということで、これからですね猪苗代町の、アンクルってねイタリアンレストランに行ってきます。さあ右側がですね桧原湖です。あでも今日青いね、桧
ガラコが美しい。おお、割れない。綺麗。お、ライダーがたくさんいますね。うん、あ、手振ったの？あ、本当に。ありがとうございます。猪苗代町にやってきましたね。さっきは裏磐梯でしたが、今度は表磐梯ですね。うん、やっぱり同じ山には見えないね。さあ、間もなくですね、イタリアンレストラン、アンクルに到着します。おー、なんか楽しみだよね。こうやって教えてもらったお店に行くっていうのもいいよね。そうだね。うん。あ、あったよ、スパゲッティアンクル。はい。はい、到着しました。さあ、今回ご紹介いただいたイタリアンレストランアンクルに到着しました。早速店内に行ってきます。はい、はい、こんにちは、ようこそいらっしゃいませ。もう突然いらしていただきまして、はい、ありがとうございます。紹介してもらって光栄でございます。はい、本当に。はい、猪苗代で25年のイタリアンレストランを、はい、事業継承して今1年でございますが、はい、もう今日はヘロヘロでございます。すごい混んでますね。はい、今日のおすすめでございました。おすすめは今日こちら、あの一応黒板に私の乱筆でございますが、はいはい、カニのトマトクリーム、あとはエビ類ですね。エビのジェノベーゼ、エビとマスカルポーネのトマトパスタ、マスカルポーネですね、はいはい、クリーミーな感じになっておりますが、はいはい、ナンバーワンはこちらのアルフレードという、はい、こちらオードリー・ヘップバーンが愛したというあのパスタを先代があのローマで食して、はいはい、であのそれを、現地ではフィットチーネでお出ししているそうなんですけど、はいはいはい、あのこちらではあの普通のパスタでお出ししております。わかりました。こちらじゃあそれを一つと、あともう一つおすすめありますか。アルフレードと、あとはカニのトマトクリームですかね。じゃあカニのトマトクリームで、はい、はい、じゃあ決まりました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日はいいお天気で、いいお天気で、ね、最高だったんじゃないですか。はい、私もバイク乗りなんです。バイクそうですね、はい、今最近乗ってですか。今まだ今年は始まってない。あ、そうですか。まだバッテリーをつなげてない。あ、そうですね。ゴールデンウィークが終わったら、はい、いよいよ走りたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、どうも、イエーイ。いやアンクル、イタリアンレストランアンクル、めちゃうまでしたね。ねえ。すげえうまかったよ、あのチーズとさ、うん、カニクリームパスタもめちゃうまだったね。ね、濃厚でね。いや本当にね、岡山のね、SNS でつながってる方にね教えていただいて来たんですけど、本当に教えていただいたのになんかいろいろなんかありがとうございました。本当にすいません、ありがとうございます。それからね、あのアンクルのオーナーさんもどうもありがとうございました。いや本当にね、いい人だね、みんなね。オーナーさん自体もあのライダーさんということでね、こうやってつながっていくって、本当にバイクに乗ってなかったらこんなこともなかったし ね、 そうだよね。あとお店にいたね、あの、ね、社長さんもね、ハーレー乗ってる社長さんにも、出会いましたし、ね、無理やりあのステッカーを渡しちゃったけど。すいません、なんか。でもね、本当にこういうつながり大事だよね。さあ、今回の動画はいかがだったでしょうか。うん、なんか出会いあり、ね、涙あり、感動ありっていう感じで、ね、感動で本当にね、終わったですよね。はい。ということで、
今回の動画はここまでです。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。この動画を見てよかったら高評価やコメント、それからねぜひ皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。うん、磐梯山ね、左側に磐梯山が見えている猪苗代、まあ、夕日と磐梯山ということでね、今日は猪苗代からお別れしましょう。それではまた。動画ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。